オービリン大学は東京都町田市時和町3758に本部を置く日本の私立大学である。1966年に設置された。大学の略称はオービリン、桜美大、オービリン大。オービリン大学の起源は1921年、清水安蔵が中華民国北京市朝日門外に貧困地域の中国人女子を対象として設立した。 高指定平民女子校読み学校である。後に清水はアメリカ合衆国オハイオ州のオーバリン大学に学び、再び高指定学園に帰任する。しかし、学校は第二次世界大戦における日本の降伏を経て国境内戦で勝利した中国共産党により接収され、清水は帰国を余儀なくされた。帰国後、清水は キリスト教主義学校の設立を目指し、現在の地、町田に留学先であったオベリンカレッジの名にちなんだオービリン高等女学校を創立した。1966年にはオービリン大学を設立し、清水は大学の設立こそは正規比に、新島城に受けし夢かもと考えを述べたそうである。現在、大学はリベラルアーツ学軍。 ビジネスマネジメント学群、健康福祉学群、芸術文化学群、グローバル、コミュニケーション学群、航空、マネジメント学群の6学群、大学院は、国際学研究科、経営学研究科、言語教育研究科、心理学研究科、大学アドミニストレーション研究科、大学アドミニストレーション研究科、老年学研究科の7研究科で構成されているが、 2021年の学園創立100周年を機に、大学、大学院ともに大幅な改変、改組が予定されている。外国からの留学生が非常に多く、JR 横浜線、淵延駅前に留学生専用の寮があり、毎年、留学生を対象とした特別選抜入試も設けている。また駅からは、若干離れているものの大学への自動車通学は、 原則として禁止されており、キャンパス間のスクールバスも運行されている。女子大学ではなく、男女共学であるが、学軍の内容もあってか近隣の大学と比べ、比較的女子学生の比率が高いとされる。見学の精神として、キリスト教精神に基づいた国際的人材の育成を掲げている。広大連携プロジェクト高等学校生徒科目等、履修生規定に基づいて、 2003年春から広大連携の協定を結んだ高校の生徒を履修生として完全に全学無償で各学軍に受け入れている。キャンパスプラネット、淵延部キャンパス、新宿キャンパスロケ地姉妹校学生スポーツをビリン、大学体育文化団体連合会は体育会、文化会合わせて38団体によって組織されている。中でも運動部は国際試合や 海外遠征などで競合として、個人団体を問わず活発に活動しており、世界大会への出場やプロ選手の輩出も、多数している。特に野球部は、首都大学野球連盟に、所属2014年春季リーグ一部に昇格し、2016年には、首都大学野球連盟秋季リーグ戦初優勝、第12回関東地区大学野球選手権、大会初出場初優勝、 第47回明治神宮野球大会初出場、準優勝という快挙を成し遂げた。教科指定クラブその他の特色学部を設置せず、学生の所属組織として、学軍、教員の所属組織として、学系を置いている。学軍その他国内海外この協定をもとに、スタンフォード大学の校内に、オービリン大学スタンフォード研究スペースが設けられた。 2015年5月1日現在、29カ国、地域、143大学、旧組織ある。主な大学は次の通り。ありがとうございます。